皆さんこんにちは。こんにちは。ちはコモンズ投信福本です。いいでございます。それでは早速2021年11月の運用報告を始めてまいります。えコモンズサーティーファンドは4.17%の下落。 ビジョンはの下落ちなみにベンチマークではありませんが市場全体の平均を表すトピックス配当込みは3.61%の下落日経平均株価は3.71%の下落東証マザーズ指数は3.26%の下落となりました。 えー、久々に月間ベースで、まあ、少し大きめの下落となった11月ですが、はい、振り返っていいただけますかはいえー、と月初はですね、えーまあ、10月の31日になりますけど、まあ、衆議院選挙で自民党が、えーまあ、おそらく市場関係者だけじゃなくてですねみんなが思ってたよりも えーまあ、負けが非常にこう少なかったと、まあ、議席数を想定していたよりもかなり取れたというようなことで、えーまあ、そういった意味では少し交換する部分がありましたし、それから財政支出で55.7兆円と、これ、過去最大規模なんですよね、えー、そういったことも交換して、まあ、一時、まあ、日経平均で3万円に近づくというような場面もありました。 でまた海外もアメリカの、えーまあ、特にハイテク企業を中心に、まあ、決算が非常に良かったというようなこともあって、まあ、海外感も高かったというところだったんですけれども、えー、コロナウイルスのまあ変異株、えー、オミクロンという名前でしたね、はい、オミクロンが発見されて警戒感が出てですね、えーまあ、急落したというような状況になっています。まあ、この コロナ関連での急落ということになりますと、まあ、2020年の2月から3月、まあ、初めてこうみんながこう、まあ、パニックにこうちょっとなりまして、はい、日経平均株価でもまあ30%を少し超える下落ということだったんですが、うん、まあそれ以来ですかねちょっと大きめな下落、まあ、コロナ関連でということでいうとですねという感じにはなったかなと思ってます。ただまあ あの2020年の最初の急落と比べますと、まあ、当時は、えー、大変なことが起こったっていって、うん、どうなるのかよく分からないっていう中でしたけれども、まあ、このもう2年近くの間に、えー、政府それから企業それからまあ市場関係者も、まあ、学習効果がありますし、まあ、何よりもまあワクチンができているというようなところを含めて言うと。 まあちょっと過剰反応してるかなっていう感じはえ個人的には思ってますけどね。はい。ありがとうございます。では今後の見通しにつきましては最後の方で改めてお話をさせていただきます。はい。ではここからですね各ファンドの運用状況についてお話ししてまいります。まずコモンズサーティーファンドですけれども4.17%となりました。振り返っていただけますでしょうか。 はい、えっ、ー、と年初来ですね。まあ、非常にあのコモンズサーティファンド好調にまあ、市場平均をだいぶ上回るというような展開でした。けれども、もまあ、11月についてはまあ、市場平均よりも少し、えー、劣後するとまいう状況になりました。まあ、個別にですね。少し売られたまあ、銘柄もあったというところなんですけれども、えー、まあ、月末にかけての、えー オミクロンでのです、ね、株価下落のところはまあ丁寧なおしめがいをしたという形になっていまして、まあ、ほぼほぼフルインベストメントでもうマックス買ってるというような状況になっていますそれでも月間で見ますと例えば東京エレクトロンが13%上がってるとかですねリスコも6.5%ということで、まあ、世界的に見てもですけどやっぱり半導体のところはです、ねまあ、強かったなと。 いうところはあるかなちょっと冒頭4.17%の下落っていう下落をちょっと言い忘れたかもしれないんですけれども、はい、でこのフルフルに今あの投資できているというのはですね先月からお話をしてますけれども、まあ、出てきている決算自体は非常にいいということであの短期的なそのオミクロンの影響で下がっているけれども 企業の業績であるとか今後の見通しについてはあまり変わっていないということでししっっかかり買っているっているととううことなんでしょうかそうですねあのそもそもあのコモンスターティーファンドは、まあ、外部環境の変化にも強いという企業に投資をしていますので、えー、特にその新しい変異株が出たからといって,言って現金の比率をすごい高めるとかですねという必要はあまりないかなと思ってまして、まあ、むしろ個別に、えー、連れ安しているんであれば、まあ、そこを丁寧に買っていくと。 ああいうようなことで対応しています、うん、はい、はい、ありがとうございますそれでは個別企業につきましては投資先企業資生堂につきましてアナリストの原島よりお話をさせていただきますはいアナリストの原島ですそれでは私から資生堂についてお話をしたいと思います 資生堂は11月10日に決算発表をしましたが、まあ、売上高、営業利益ともに前年同期比プラスですし、まあ、通期の業績予想の修正に関しても、営業利益に関しては情報修正をしているということで、まあ、そんなに悪い内容ではないんじゃないかとお感じになられるかもしれませんが、まあ、決算発表後に株価は下落をしましたというところです。 でただ、あの我々の見方としましては、決算発表前の株価水準というのが、やや業績改善の期待値を強く織り,すみ織り込みすぎていたというふうに考えておりましたので、まあ、この株価調整というのは、まあ、そんなに違和感のないものですと。でまあ、あの事業の状況としましまても、 まあそんなに大きな懸念材料が急に出てきたということでもありませんし、まあ、特にけあの心配をしている状況ではないということを、まずお伝えしておきたいなと思います。え、市政党はですね、かねてからまあ非中核事業の売却撤退といった構造改革をやりますよというふうにあのおっしゃっていたわけなんですが、まあ、それ自体は着実に進んでおりますと。 いうところなんですが、まあ、今後の注目点ということでいうと、やはり売上高をどうやって伸ばしていくかということになるかなというふうに考えております。で、そのための施策ということで、いろいろアイデアとしてはあるんですが、まあ、今回、注目したいのは、個々のブランドに対して ESG とかサステナビリティのメッセージを付加するというような取り組み、でこれによってユーザーの共感を高めるような取り組みをしていってほしいなと。 いいいいうふううふに期待ををしししててるととところを少おお伝えしたいと思っておりますで実際にですね、資生堂さんが今、お持ちのブランドの中で、これをうまくあの実現できているブランドというものの事例を紹介したいと思うんですけれども、まず一つがですね、ドランクエレファントというブランドになります。こちら、2019年に M&A で取得をしましたアメリカのブランドになります。 創業者の方ご自身がですね、肌の悩みを解決するために、処方に非常にこだわってあの、肌にいいもの以外は使わないというようなこだわりを持ったブランドということで、こちら立ち上げておりまして、でそれが若年層をはじめとした幅広い世代から支持を得ているというようなものになります。でそれから えと次にご紹介するのはバウムというブランドになります。こちらは2020年に制度が立ち上げましたブランドなんですけれどもテーマが樹木ととの共生ということになっております、まあ、この写真であのパッケージを見ていただいただけでもですね、まあ、木の風合いというものが非常に出ているなぁとお感じになられるかもしれないんですけれどもの中の成分についても樹木由来の成分 というものに非常にこだわった配合をされているというのが特徴のブランドでして、やはりその自然志向といいますか、そういうものがあの受け入れられるんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、こうした事例を紹介しますと、まあ、こういう新しいブランドを立ち上げたほうがいいんじゃないかというふうに思われるかもしれないんですけれども、あの今回お伝えしたいのはそういうことではなくてですね、まあこうしたブランドで培った、まあ このブランドの中のメッセージ性というものを既存の主力ブランドの中にもあのより込めていってもらいたいなというふうに思っているというところでございます。で、そうすることで、そのユーザーの共感というものがより高まって、ブランドの中長期的な発展につながるのではないかというふうに期待をしているというところでございます。私の方からは以上になりりまます原島さんありがとうございました それでは The 2020 Vision の運用状況についてです20 Vision は1.23%の下落と市場平均よりは小幅の下落にとどまりましたが、はい、振り返っていただけますでしょうか、はいえー、なんとかですねプラスで終われたらなと思ってたんですが3位以降最終日かな、まあ、ギリギリマイナスにこうちょっとなってしまったんですけれどもあどまあそれでもあの下落はかなり限定的に抑えることができたと思っています まあ、あの投資先の企業の中でも、えー、10%以上上がった、えー、銘柄が8社、うん、5%以上ということになると14社ということで実は個別にかなりあのパフォーマンスの高かった銘柄が、えーまあ、複数あったということが一、はい、つの要因になっています。から、うん、実は えー、ポートフォリオの中の、まあ、4社に1社が実は上場られた金を、うんまあ、特に上旬ですけれども、はい、11月更新することができているとまあいうようなことから好調さが維持されたというところをですね、うんはい、2020ビジョンは、えーまあ、2019年2020年非常によかったので、えー、今年の前半はややこう調整をしているっていう感じもあったんですけれども、まあ、夏場以降はですねまたこう盛り返してきて今 あのしっかりキャッチアップしてきているという感じになってきているかなと思っています、うんはい、え具体的にはどんな企業がそのパフォーマンスを牽引していますかやはりこう半導体のところでいきますと、まあ、レーザーテックは組み入れ上位にこう入っているんですけど、うん、まあレーザーテックと本当にこの10年、20年で見るとこう200倍とか250倍とかですね。そうなんですかすかごいあの まあそんな前から買ってるっていう話じゃないんですけれどもまあ非常にこうえ近年ですねあの,マーケットの中でも注目されているという感じになっていますまあその他にもですねまあ投資先の企業で言えばですねまあここ数か月みたいなことで言えばあの角川なんかもしっかりしてますしまあ,あるいはリクルートもまあ新高値更新とかですねえありましたのでまあ組み入れ上位の中でも非常にこうしっかりした。 えー、活躍してくれてる銘柄が結構先月から入っている、まあ、上位に入ってきているエネ・チェンジなんかも引き続き今月も高い、えー、リターンになったとということ、ね、そうこですねそ、まあ、上場来た値を11月も更新をして、うん、まあ月間で30%を超えるということなので、うん、まあ非常に大きなリターンを出してくれてるんですね。うんうん、で まあ、あの新しいこうエネルギーということがまあ注目されて再、まあ、エネですねですからエネルギー業界の中での新興企業ですので、まあ、イノベーターを目指すということで、まあ、社長自身がまあイギリス・ケンブリッジでですね、まあ、そういったところも学んで、えー、帰ってきて日本でも、えー、新しいエネルギーのところを挑戦しようということで、えー、頑張られているので、まあ、いろんな意味で注目が今されてきている企業の1社かなと思います。はい まさにね変化にチャレンジする企業に投資をするというファンドのコンセプトに合った企業さんでいらっしゃいますね。はい、はい、ありがとうございました。でえっ、ー、と株式組み比率は少し現金を今残しているっていう状況かと思うんですけど、はい、まあこの辺サーティーファンドとも対象かなと思うんですが、はい、この辺のお考えも教えてください。はい、トゥエンティトゥエンティビジョンはですね、まあダイナミックに運用するということで、えっ、ー、と企業自体はこう変化 とということで投資をしているんですけれども、ある意味ではこうあの株価の変動率、高いんですよね、一社一社の一一社一社の高いんですね。はい、ということでいうと、今回の新しい変異株とかがこう出てくるとです、ね、少しやっぱり業績も含めて影響が出やすい部分もありますので、まあ、気持ち、現金の比率を高めていたというところになっています。はい ファンド全体でリスクをコントロールするということですね,ですねはい、はい、ありがとうございましたでは個別銘柄につきましてはマネーフォワードにつきまして担当アナリストの原島よりお話をさせていただきますはいアナリストの原島ですそれでは私からマネーフォワードについてお話をしたいと思います マネフォワードは大きく2つ事業がありまして、1つは個人向けにオンライン家計簿のサービスを提供するホームドメインと、もう1つが中堅・中小企業ですとか、個人事業主向けに会計を中心としたクラウドサービスを提供するビジネスドメインということになるんですけども、今回お話をしたいのはビジネスドメインの方になります。 ということで、まずはあの今、えっと、じゃあビジネスドメインってどういうサービスを提供しているのかというところを、えっと、こちらのスライドで、えー、お示ししておるんですけれども、マネーフォワードはですね、もともとはクラウド会計が、えっと、出発になっております。あの経理財務を の、まあ、会計を中心とした周辺の分野にサービスを広げてきたわけなんですけれども、それが近年では、下側のです、ねえー、給与、勤怠、社会保険、人事管理といった人事労務の分野ですとか、あるいはクラウド契約といったホーム領域まで、えっと、サービスを広げてきて、まあ、それぞれが、まあ、この図のようにです、ね、相互にデータ連携をしているというのが、マネーファードのサービスの大きな特徴ということになります。 そして、えっと、直近でですね、まあ、M&A によってさらにこのサービスラインナップが広がるというか、ですね充実するというようなあのリリースがありましたので、えっと、今回はそちらのご紹介をしたいと思うんですけれども、それがこちらの HIT という会社のグループ会社かというニュースになります。こちらの会社はどういう事業を展開している会社かと申しますと、 えっと、主にですね、人事労務の分野で、社内向けの AI チャットボットを提供している会社ということになります。で、じゃあ、この会社がグループ会社化したことによって、具体的にじゃあ、どういうサービスがイメージできるのかというところなんですけれども、こちら2つ、えっと、事例が示されております。えっと、まず左側ですね。 これ、えー、と従業員の方から、例えば結婚した時の手続きを教えてというふうな問い合わせが入ったときには、このヒットというチャットボットがですね、えー、まねほどクラウド人事管理で、まあ、このこれこれの申請書類、申請フォームを提出してくださいというような返事を返すというようなあのパターン、まあ、これがまず一つありますと。で それから右側の事例というのはですね、今度はその ID 連携によって回答を個人個人にパーソナライズしていくようなパターンということで、まあ、こちら例えば従業員の方から有給休暇の残日数を知りたいというような問い合わせがあったときには、この AI チャットボットが えとクラウド勤怠のデータを見に行くわけですね。で、この従業員の方のデータを見に行って、有給残日数を確認した上で、あなたの有給休暇の残日数は何日ですとか、まあ、あるいは何月何日に何日分が執行しますというようなあの返事を返すというようなパターン、まあ、こうしたものが想定できますねというところなんですけれども。 先ほどお話ししたようにですねマネーフォワードのサービスというのはもともと人事労務だけではありませんで、まあ、むしろメインは経理財務の分野になりますとでこうした領域でですねあのやはりいちいちその担当者に問い合わせをするというのではなくて、まあ、ある意味、定型的なあの回答で事足りるような ものについては、まあ、この AI チャットボットが回答するというようなことで、まあ、あのかなりその業務効率をです、ね、高められるというようなものも中にはあるかと思いますので、そうしたものについては、あのこの HIT というサービスを展開していくということも視野にあるのではないかと思いますし、まあ、こうしたことを通じてです、ね、さらにまあこのサービスラインナップというものが提供して、顧客の利便性が高まる。 でそれによってこの事業自体も成長していくということが期待できるのではないかなというふうに考えているところでございますはい私の方からは以上になりますそれではここから今後の見通しについて伺ってまいりますえ冒頭のですね十一月の振り返りでは少しオミクロンの反応が過剰すぎるのではないかというお話もありましたけれども、はい、まあ少し短期的なところも含めて今後の見通しを教えてください、はい 冒頭でもお話ししましたけれども2020年の2月とか3月のまあ30%下落するという局面では本当に何が起こるかわからないと、うん、で世界の主要国中心にもきつめのロックダウンを行うという状況でしたけれども、まあ、全てにおいて学習効果がありますし、まあ、多分あのこの今週ぐらいですかねオミクロンの分析結果がこう出てくるということになりますので。 感染力は強そうな感じはしますけれども、まあ、ワクチンがどれぐらい効くのか効かないのかあるいは効きが悪かった場合はどれぐらい調整したら新しいワクチンが出てくるのかというようなところも分かりますので株式市場というのは不透明感が強いという時はまあ売られますけれどもそこがこうはっきりしてくると今度はそれに向かって動いていきますので。 えー、そういった中ではあの、まあ、辛抱するのはこの1週間ぐらいかなとあなあいうふうには、えー、思っています、はい、今日今12月6日なんですけどそうすると12月の10日ぐらいまでという、ね、ってイメージですかね。はいはい ですからまあそこぐらいでこのオのミクロンについてはまあ見通しがはっきりしてくるということじゃないかなと思っていますしそれから世界中まあ学習効果がある中でなるべく経済を止めないというようなことについてはですね対応力はあると思いますのでまあ軽く少し規制が入るというのはあるかもしれませんけれども。 えーまあ、ロックダウンみたいなです、ねまあ、日本も緊急事態宣言というような形まではですねそれからあとあのオミクロン以外ではですね今アメリカの金融政策というのは非常にこう注目されてましてテーパリングということで資産買い入れの規模を縮小していくということを今11月から始まってるんですけれども。 当初の予定では今年の6、えっと、来年の6月に、えー、それを終了すると言ってたんですけれども、えー、先日の、ね、FRB のパイル議長の話ではです、ね、これを前倒しすることが適切じゃないかというような話も出ていますしこれまでインフレは一時的だというコメントをされてきたんですけれども一時的だという表現はやめるべきだと。 いうような話も出ててましてそうすると利上げが早まるんじゃないかというようなことをこれからマーケットがどんなふうに織り込んでいくのかということになります。来年はですねアメリカは11月に中間選挙があります。で現状ではですね民主党はかなり不利だというふうに言われていますしバイデン大統領もその中間選挙に向けての最優先課題はインフレの抑制と。 まあいうふうに言っていますので、えー、ここから少しピッチを上げて、えー、まあ金融政策で対応するとまあいうことがあるのかなというふうには思っています。ただ中間選挙近くなると、えー、じゃあ、えー、利上げをまだ。 やってるとかです、ね、いうようなことにはあまりしたくないだろうと思ってますし、うん、まあそれで株式市場が冷や溝を浴びるみたいなことがあるとこれはこれで良くないものですからそういった意味では選挙近くなるとそういったことは少しトーンダウンするかなと思ってますし FRB のパウエル議長も来年半ばぐらいからはインフレ率が少し落ち着いてくると下がってくると。 いう見通しで市場関係者と一緒だよねという表現もしていますのでそういった意味ではこの春ですかね少し金融政策については神経質なな展開があるんじゃないかなと思っていいますまあいずれにしましても少しインフレ抑制っていうところにアクセルが踏み込まれるとですねどうしても市場の変動率は大きくなりますので。 われ我々運用の方ではそこをしっかり対応していきますのであの皆さんは積み立てでしっかり継続していただければなというふうに思っています、うんまあ、そういった中で業績企業の業績自体はしっかりと今回復を続けているわけで、はい、やはりどんな企業に投資するかをしっかり見極めるということが重要ということですかね。はい あのコロナの1年目っていうのはですね刑事、まあ、回復っていうふうに、まあ、言われましたけれどもネット企業ですとか、えー、含めて、えー、むしろあのステイホームでですね、うんえー、それが、えー、業績にこう良くなるというような企業は史上、えー、最高益みたいな形になりました一方で K のこの下の方ですね、はい これはもうまさに空運から始まってあるいは電鉄百貨店外食旅行といったようなところが非常にきついアゲンストだったとですから業種間での大きな開きがあったんですけれどもここ半年ぐらい見ていますと今度はその中での選別が非常に始まってきていると何で変わってきているのかっていうとエネルギー価格が上昇していると。 まあいうことから食料費も上がってるんですよねですからそういったものが上がってるとそれから半導体含めて部材がなかなか調達ができないというようなことで供給制約が出てるということですからこれを吸収できる企業と吸収が難しい企業単純に言いますと仕入れ価格が上がってますのでそれを販売価格に転嫁できる企業というのは、うん これはある意味こう強い企業ですよねうん、うん、値上げでしますよと食料品も結構今値上げが続いてますけど、うん、え値上げしますよっていうふうにできる企業となかなかそこまですると売り上げも落ちちゃうから厳しいなっていう企業とでこれは差が,差が出てきますでそれからトヨタさんのようにいや半導体世界中で不足してるところあるかもしれませんけど、えー、我々は大丈夫ですよって言ってるのは在庫を確保してるんですよね。ですから あのそういった意味では購買力が強いところは確保ができていますしなかなかそこまで購買力が強くないところは減産せざるをえないというようなことで同じ業種の中でかなり二極化がさらに選別が始まっているということなのでそこを我々しっかり見ていかないといけないとあるいは経済の再開ということについてももう来年からはすごくこう海外から人が 少し来始めるとかですね日本人も海外に行けるようになるんじゃないかということで空運なんかはそこを少し織り込んだ株価形成があったんですけれどもオミクロンの感じでいくとちょっと怪しいかなということで売られましたとそれと同じように電鉄が売られて百貨店が売られてというような外食も売られてってなってるんですけれども。 電鉄ってそれほどあの海外とああままりり関係がありません百貨、ねはい、店も、まあ、インバウンドはそこまでまだ今みんな期待してませんからそういった意味では同じように売られる、えー、経済のリスタート再開というようなテーマに関してもやはりその中でこう選別していくというような動きがこれから あの高まるんじゃないかなというふうに思っています。うん、まあ、そういった中では私たちが運用しているアクティブファンドっていうのはまあ、比較的有利なまあ、環境にあって、ただ、その中でどのキーを選ぶかがやはり重要になってくるということですね。すねはい、はい、ありがとうございました、えー。それではここからお知らせです。 12月はですね寄付月間ということで様々な寄付に関するイベントをホームページのセミナーコーナーでもご紹介をさせていただいてますこどもトラストですとかぜひこの機会にご参加いただければ幸いですまたですね投資者企業様との対話という点では12月17日にザ2020ビジョンの投資者企業であるトヨタ合成さん そして、1月にはですね、コモンズ30ファンドの投資先企業である旭化成さんとの対話イベントが決定しております。こちらもホームページでご案内しておりますので、ぜひ、この機会にご参加ください。そしてですね、今、こどもトラストの特別キャンペーンを行っております。 渋沢が監修しましたお金ってなーにという絵本をですねこの機会に新規でお講座開設してくださった方もしくはすでにお口座があってですね増額もしくはファンド追加をされた方にプレゼントさせていただいてますこの本は非売品ですのでぜひこの機会をご活用くださいそれではお知らせは以上です では、e さん最後にですね。皆様にメッセージをお願いできますでしょうか。はい、えっ、ー、と今こう町に出てみますと、かなりの人出で手ですね、うん、えー。何とかこうオミクロンが大したことなければいいなと。とまあ、いうふうに思ってるんですけれどもえー。今あの？銀行の決算です。とかこう見てますと預金がやっぱりすごい増えてですよね。<ー>預金量がこう増えてまして。まあ、今 そういった中でようやく動けるようになったので消費を皆さんこうし始めてるなという感じがありますけれども一方で久しぶりにアメリカではですね、今回のクリスマスシーズンですね入ったところで意外とあの前年比売上が減少してるんですよね。ブララックフライデーが。 えー、マイナスになるんだこれ何でかっていうと、うん、供給不足でですね、はい、行ってみたら、えー、店頭に品が並んでないとかですね、うん、で値下げがあんまりされてないとかみたいなことがあって、えー、思ったほど消費がされてないというようなこともありましたアメリカもあの実は貯蓄が増えているんですけど 景気対策がアメリカの方がもっと大きくされてますのであ<ー>あの日本でいう給付金みたいなのがドーンと入ってまだそんなに使われてない部分もこうあると、うん、えいうことになっていますでまあそういった意味ではあの積み立てもしっかりしていただきながらも、うんえー、ちょっとお金残ったなあということであればですね今株価少し安いのであの少し追加で。 え買ってみようとかですね、うん、ちょっと積み立て増やしてみようかと、うん、いうようなことも、まあ、ボーナスシーズンですから、えー、少しご検討いただい,てもいいいいいただててもかなとううふうには思ってます、うんはいえー、まずは積み立てを続ける、まあ、始めていない方は始めるが前提なんですけどそこにやはり安くなった時のスポット購入を組み合わせることでより効果的な資産形成ができるで、ね、ということですね。はい、はい あとここからはですねやはりまあ入学、まあ、受験入学シーズンというのが始まるわけですけれども必ずこの時期にですね入学資金のご用意ということで解約とか売却をされる方も増えてままいりますでこの時もですね買う時と一緒でやはり分散して売却をするということをおすすめしてますのでもしあのご不安な方いらっしゃいましたらあのご相談ください。 それでは11月の運用報告は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。